荷物が届いたよ。中身は何かな。何かの機械みたいだね。蓋を開けて付属の木の棒を入れます。手をかざすと、これは爪楊枝ディスペンサーだよ。手を触れることなく爪楊枝を取り出すことができます。かわいいね。パカッと蓋が開いて、両手で差し出してくれる動きがいいね。楽しくてつい何度もやってしまう。この愉快な動きをずっと見ていたい気持ちになるね。今日はずっと見ていられるようにするよ。機械の手。このセンサーに手をかざすと爪楊枝が出るよ。最初は楽しいけど、忙しい日々の最中、いつまでも手をかざし続けることはできない。ずっと見ていられるように機械の手を作って自動化しよう。これはタミヤの棒と板、ピンで簡単に組み立てられる。リンクを作ることもできるよ。これで土台を組んでいこう。できたよ。これはサーボモーター、キュイキュイ動くモーターだよ。これで機械の手を作るよ。できたよ。これを使えば爪楊枝を出せそうだね。自動で動かすための回路とプログラムも必要だよ。作っていこう。回路は完成。マイコンのプログラムを書くよ。爪楊枝ディスペンサーの動く速度に合わせて動くタイミングを指定。マイコンに書き込みます。機械の手が完成したね。これで爪楊枝ディスペンサーに爪楊枝を出してもらおう。機械の手の動きに反応して爪楊枝が出て、そして引っ込む。爪楊枝を受け取ることはできないけど、ディスペンサーは機械の手に応えて毎回しっかり差し出してくれる。まるで餅つきの達人のような息の合ったコンビネーションが実現したよ。これで爪楊枝ディスペンサーをずっと見ていられるね。コミュニケーション。横浜に来たよ。立派な船と橋。中華街。中華街といえば食べ歩きだね。この天津串を食べてみよう。美味しいね。皮の中からあふれる肉汁、特にこのエビフカヒレマンが絶品。ごちそうさまでした。冷たいものも食べたいね。雪もちまん、冷たくて美味しいね。雪見大福に似てるけど、皮が厚くてもちもち、生クリームが入ってるからより濃厚だよ。美味しいものを食べながら思いました。差し出されたものを受け取ること、それが人と人とのコミュニケーション。ただいたずらに求めるだけ求め、差し出されたものを受け取りもしない、そんなの息の合ったコンビネーションと言えるだろうか。やり残したことが見つかったね。爪楊枝を受け取るために機械の手を改良していこう。もう一つサーボモーターをつけるよ。動くようになったね。これで爪楊枝を受け取ることができるかな。ちょっと不安定すぎて難しいみたいだね。まだコミュニケーション初心者だからしょうがないね。ボール紙。コミュニケーションをサポートする道具を作ってあげよう。
ディスペンサーのサイズに合わせて加工します。シャベルができたよ。合わせて回路とプログラムも改造しよう。できたね。人と人とのコミュニケーションしてみよう。マジで人の話を聞く気がないやつができてしまいました。その素早い動きはまるで居合抜きのようだね。でもコミュニケーションは居合抜きじゃないからね。少し調整します。1日かけてコミュニケーションの基礎をしっかり学んだよ。差し出された爪楊枝をしっかりキャッチする。そして丁寧に運んで手前にリリース。これがコミュニケーションのあるべき形だね。でも最後には終わりがやってきた。爪楊枝が全部なくなって終わり。ずっと見ていたいという夢は果たされませんでした。リンネ町だよ。コーヒー屋さんに寄りました。ちょうど席の前にあったのが返却口。お客さんが飲み終わったカップを返して、それをお店の人が回収。こうしてコーヒーの輪廻が回っていく。もしお客さんがカップを返さずに捨ててしまったら、持続可能なこのサイクルは断たれてしまう。爪楊枝もそれは同じ。輪廻の輪を守らなければ。受け取った爪楊枝を返すようにするよ。爪楊枝の投入口はここ。自動でスライドさせるのは大変そうだから、少しアレンジしよう。投入口の蓋に3つ目のサーボモーターがついたね。回路とプログラムを作ります。できたよ。ずっと。いよいよ全ての準備が整ったよ。爪楊枝ディスペンサーをずっと見よう。機械の腕が真ん中の突起で爪楊枝ディスペンサーを動かし、差し出された爪楊枝をシャベルで受け取る。そして投入口の蓋を開き、爪楊枝を返す。今度こそ完璧なコンビネーションだね。人と人とのコミュニケーションが爪楊枝の輪廻を回す。もしかしたらこれが社会なのかもしれないね。今日は爪楊枝ディスペンサーをずっと見ていられるようにしたよ。チャンネル登録と高評価してもいいからね。またね。